さん、こんにちは。子育て支援センターファミリコ2分間講座パート4です。今日は予防的教育法についてご紹介いたします。予防的教育法とは、子どもの困った行動に対し前もってお約束をし練習させる方法です。リハーサル効果があり、本番にできる可能性が増えてきます。日常生活の中でこんなことはありませんか？スーパーで買って買ってと騒いだり、公園に行ってお母さんが帰る時間よと言ってもまだ遊びたいと言ったり、そんな時、予防的教育法の3つのステップを使ってお話ししてみましょう。例えば、公園に行く前にお母さんが帰る時間よと言ったら、わかったと返事をしてほしいのと、子供にしてほしいことを説明します。そして2つ目に、そうすると早く帰ってテレビが見られるねと、どんな良いことが起きるかを話すと、やってみようかなという気持ちになります。そしてわかったと言ったら、偉いねと褒めて、3つ目の練習をしてみましょう。じゃあ練習してみるよ。お母さんが帰る時間よと言ったら、なんて言うの？わかった。よく言えたね。偉いね。とたくさん褒めちゃいましょう。この練習がポイントです。効果がアップします。もし、まだ遊びたいと言った時は、さっき練習したよね。と声をかけてみてください。運動会の予行練習と同じで、練習することで本番にできることが増えてきます。練習したらよくできたねってたくさん褒めてあげましょう。ちょっとだけ講座でした。